はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の円と直線の共有点丸2をお送りします。で、前回から共有点がね入ってきて、まあこれが2本目なんですけど、で今回も前回の動画の下のバージョン、共有点の個数を求めようというのと同じですね、問題としては。ただ前回も言ったように K が入っているというタイプをやっていきます。まあ2問ですね。なのでできそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。で、前回の動画のね、下と同じタイプという話をしたんですが、やり方も同じです。ね、全く同じやること。だから、こう、円とね、直線の、まあ、方程式が載ってるので、もうなってるけどね、今回は。y イコール、もしくは x イコールの方がしやすかったら x イコールに変えて、それを代入法で解いていきます。だから入れればいいと。で、前回同じようにやっていくと、この y の部分にね、これを入れるので、マイナス x プラス k 2乗イコール1と。で、これを展開して、しかも1もね、左辺に持ってきてまとめてしまうと、2x2 乗でしょ？で、マイナス 2kx プラス k の2乗マイナス1イコール0と、こうなるよね。合ってるね。はい。で、こっからなんだよね。で、こっからどうするかっていうと、前回はここからまあ4分の d、まあ、あと4分の d か、いいね。判別式を使うと。で、今回は判別式を使っていきます。で、b の部分がね、ここが、半分の b' を使うことができるので、4分の d を計算します。b の2乗マイナス ac だね。で、b の2乗なので、k の2乗マイナス ac だから、マイナス2にして、それをこれにかければいいから、マイナス 2k 2乗プラス2と。で、まとめると、マイナス k の2乗プラス2となります。で、前回まではこの判別式をやって、これが正だったらね、共有点が2個、判別式が0だったら、0だったら1個と、詰まっちゃったね。で、負だったら0個という感じになる。でも今回はこれ見ただけだとわからないんだよね。だからそれぞれ場合分けではないですけど、3つパターンを分けて答えを書いていきます。つまりまずこれだよね。まあ、ここから書き方はね、いろいろあると思うんですけど、これが正になるとき、ね、つまり、で、これ解きます。で、これを解くと、まあ、ちょっと消しちゃいますけど、こっちに持ってきて、こうなるでしょ。で、マイナスで処理するから向きが変わって、こうなります。で、こうなるから、これを解いて、これまあ 前にね、昔にやってるので、k がマイナスルート2から、ルート2。こうですね。よし、消しちゃうね。で、この時に共有点は2個になります。で、なぜかっていうと、これ判別式が正の時を計算したから。ね、判別式正、つまり共有点は2個になります。で、同じように、じゃあ今度、判別式が0。で、さっきと同じように解いてください。そうすると、k イコール、プラスマイナス、ルート2。で、この時に、共有点は1個になります。0だからね、判別式が。で、最後。判別式が負。つまり、k がマイナスルート2より小さい、もしくはルート2より大きい時に、ちょっと下行こうか、0個と。これが答えになります。この3行分がね、いいかな。こんな感じで、まあ、場合分けではないけどね、こんな感じで答えてください。で、2番いきましょう。で、こっちと何が違うかっていうと、K の位置が違うんだよね。K が円の方に入ってると。で、そうなっても、ほんと何も関係なく同じようにやっていきます。代入法でね。で、解いていくと、
ここに入れていくので x2 乗カッコ 2x-5 2乗イコール k の2乗ですね。でこれを展開してこっちもね k の2乗も左辺に持ってきてまとめると 5x2乗-20x+25-k の2乗イコール0とこうなります。で判別式これ4分の2また使えるのでここがね半分にできるマイナス10にできるから4分の d イコール b の2乗だから100で b の2乗マイナス ac なのでマイナス a マイナス5にしてそれをこことここに配ればいい感じだね。だからマイナス125プラス 5k2 乗かなでまとめると 5k2 乗マイナス25とこうなるね。合ってる？ちょっと待ってね。マイナス5だから。大丈夫だね。で、こっからまた同じようにやっていくので、まず、一つ目。判別式が正。つまり、じゃ最初だけ解こうか。で、これも25を右辺に持ってきて、こう。で、5で割れば、こうなるので、で、これを解くと、k がマイナスルート5より小さい、もしくはルート5より大きいだね。で、右はい、あ、すげえ右に上がってるしかも。で、この時に、2個は入らなそうだね。これ判別式が正を計算したので2個になります。で、次、イコール0ですね。5k2 乗マイナス25イコール0つまり k がプラスマイナスルート5これ解いてねプラスマイナスルート5になるのででこの時は判別式イコール0なのでよいしょ1個とで最後負だねマイナス25が負の時つまり間違った。これを解くと k がマイナスルート5からルート5この時だねは0個ですよと、ね、これで OK となります。でこのタイプの問題は、まあ、自分のこれもイメージですけど今までの経験というか見てきた中ではやっぱり途中式書かせることのが多いです。これはね答えが長いっていうのもあるんですけどなので、まあ、こういう感じで第2法でやりました。判別式書きました。で、分けて答えを出してみましたという感じで答えてもらったらと思います。では、今回は高校数学数2の円と直線の共有点丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回まだ丸3続きます。ちょっとまた違うタイプの共有点絡みの問題やっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。